新たな安全保障法制をめぐり、自民公明両党は20日、集団的自衛権の行使など5つの分野にわたって、自衛隊の活動を拡大する法制の骨格について正式に合意しました。両党は来月中旬以降の法案審査の段階で改めて協議することにしていて、政府は5月中旬の法案提出を目指します。安全保障法制整備の具体的方向性について自公でただいま合意ができたところであります。あくまで現時点での合意、具体的な方向性についての合意ということでありまして、政府の方に4月中旬ぐらいまでに、条文を作ってもらった上で、それを見てまた自公でこの協議を再開して、しっかり審議をすると、こういうことになります。閣議決定を5月中旬に予定していると思いますので、それまでには間に合わせるようにしたいと、こういうふうに思っています。